アルノちゃんに質問です。全国ツアー大阪公演で4期生の神奈川さやさんからほっぺにチューをされたそうですが、これはアルノちゃんからのおねだりですか？これ違うの。何？これね、何があったか説明させてほしい。最近さ、神奈川さんさ、5期生みんなのこと好きじゃん、ですごいこう私だけじゃなくてみんなにこう、好き好きって行くのよ、あ、5期生ちゃんにハマってますみんな可愛いんだから本当に。あ、もう大正解。5期生は可愛がることです。本当にライブ終わりに、はい、なんかいやもうアルノちゃん写真撮ろうよみたいな感じで来て、ぜひぜひ撮りましょうみたいな感じで、パッて神奈川さんの方見たら、なおと腕組んで帰ってたの楽屋に私さ見て、私に今写真撮ろうって言ったのに、私がえなったら、いや違うんだ、これは違うんだ、本当に勘違いだみたいな感じでだから本当許してくれのチューをされたのね。ほっぺ、あ、そういうことなんだ。チューはされたい。してぎょっか。あいやー、大丈夫。なんで？アルノの大丈夫か。なんで？なんで？誰か助けて。あやもね、ライブ中に新参者の時かな、さつきにされたんだけど、なんかね、びっくりしちゃったね。ね、びっくりしちゃうよね。なんかびっくりしちゃった。さつきとかも結構来るから。柔らかいっていうかな。柔らかかった。ふにってきて、ね、何これって感じなん。キスされた。キスされた。ちょ、もう一回して。ちょ、ちょ。ふふふ。よかった。ついとキスしちゃった。それで後ろ。なっ。リブラさんなっ。あ、オッケー。うわ、早い。水も行った。これは僅差だ。追いかけた。割と私はね、サクに関しては本当ね、ファンの皆さんと同じ立場で見ちゃうから。本当？かわいいかわいいっていうね。ね、いつも言ってくれるから。本当にかわいいんだもんだって。今から、私は、遠藤さくらのことを、モノポリーしたいと思います。はい、いくよ、さく。キスされた。キスされた。真面目な話してもなんか真面目に捉えられないこと多い。うーん、私の喋り方もあるんだろうけど。さやもだわ。確かに優しさが、バカっぽい喋り方だから。なになに、優しさ優しさがね、より出るもんね。ごめん、あいちゃん優しいから。え、なんかラブラブしてくるんだけどハートハート、みんなのハート見て、ハート見てって言ってくる。どうしたらどうしたらそう、ハート見て。本当になんか唐突な距離の近づき方だもん。わかる。なんかさ、私なんだっけ、なんかのさ、ライブシンガーかな、の時に、まあ、モニターの映像を見返してて、あのアンコールとかだとさ、いっぱいファンさしまくるからさ、メンバーと絡むじゃん。富里奈央に、5期生の富里奈央になんか無理やりチューしてた。この間さ、まゆさんと、あやめさんと、くろみさんと、私と、いろはね、人生ゲームしたの。久しぶりにやったらね、めっちゃ楽しかった。どうだった？あのね、そう、くろみさんが、そう、最後らへんまですごいいい調子だったんだけど、最後なんか火星に移住する1000万円みたいな感じで、あのね、借金になっちゃって本当のチュー？え、いや、わかんない、私も本当にチューしてたのかわかんないけど、なんか本当にもうスレスレまで近づいてるのがあって、ありましたね、ってなりました。あります、あります。当たり前かのようにすごいな。あれは事前に打ち合わせありました。あ、してるの？あ、そっか、よかった。え、チューするよって。そう、そんなことある？打ち合わせしてました、2分前ぐらい。2分前ライブ直前やん。アンコール待ち。アンコール、もうそんな、あ、はいって言う。チューするね。あ、はい、チュー。ちょっと、ちょっと、まゆさんと、あやめさんと、くろみさんと、私といろはで人生ゲームしたんですけど、こうみんな調子いい中でどんどん職業とかこう人生ゲームの中で決まっていくんですけど、クロミさんだけがもう
全然あの借金みたいになっちゃって宇宙に引っ越すみたい、あ火星だったかな、火星に移住するって何百万円みたいな。ママママママ、ほら分かる、こういうことしてくんだ、なるほどね、チューってしてくんだ、ほらこういうこと、距離感近いわやっぱり。あごめんな、ほら配信もやってほしいって。おもろい、おもろくなっちゃう、ほんとよし、私はありがとう、ちょっと可愛いよ、あ、こうかもね、ほんとだね、なんか誰もいないんだけど。キスされた、キスされた。乃木坂46って可愛い子多くないですか、めっちゃ本当に可愛くてみんな顔整ってる、本当にでいい子が多くて、なんだこのグループって思いながらすごいなって思いましたね、乃木坂46。